どうも、新宿アボイ金清です。石田です。新宿アボイの中年の市長でございます、ね、ドラマとかって見てますか？ドラマ、あ、いや今回のは見てないかもな。俺の家の話、前回のやつで俺の家の話かな、見たぐらいですかね、はい、そうですね。見てるんですか？何か結構見てますよ、私。あ、結構見てんだ。あ、そう、はい、いや、ちょ、何見てるかぐらいちょっと教えてよ例えば何見てるとか。コントが始まる見てますよ、俺。ああ、はいはいはい。あ、それは昨日ちょっと見たな。昨日？あ、いや、多分、ね、まあ、まあ、TVer かなんかで見たんですか？いやいや、嫁が見てるの、昨日だか、一昨日土曜日やってるやつね。うん、まあ、VTR、ビデオ撮ったやつかわかんない。 VTR ビデオね、ビデオでもないのか、今ブルーレイに撮ったやつ、うん、なんていうの、なんか結局さ、ブルーレイで撮っててもビデオで撮ったやつとか言わない？ハードディスクじゃない？ハードディスクで撮ったやつとかっていう、ハードディスク撮っといてっていう、うん、昔はさ、例えば録画で、あ、ちょっと悪いけどちょっとビデオにあの番組撮っといてって言うじゃん、うん、ね、言うでしょ、言ってたでしょ。今なんていうの、あれちょっと悪いんだけどブルーレイに撮っといて、ハードディスクだろ、ハードディスクに撮っといて、予約しといて、録画しといて、録画しといて、そのブルーレイとか言わないよ多分、録画しといてっていいんじゃない？向こうじゃでもビデオに撮っててとか言うでしょ、うんうん、だってビデオじゃないもん今、まあ、今ビデオじゃないから、だからそれをなだってブルーレイ撮っといてって言ったらブルーレイのディスクに落としておいてってことになっちゃうよ多分。ああ、まあそうか。いや、なんていうの、録画しといてじゃない、録画しといてでいいのか。だからハードディスクでしょ、だから入れてんの。うん、ハードディスク録画しといて。でも昔ビデオ撮っといてってビデオに撮ってさ、だって昔はビデオテープには録画してたじゃん、うん、だからそれは伝わんのよ、うん、ビデオテープに、うん、だって今録画ってさ、ブルーレイにディスクに直接なかなか録画することないし、まあ、まあしないか、うん、確かにね、うん、だからハードディスクに撮ってんのをブルーレイとかダビングとかするけど、そうだね、だブルーレイレコーダーに撮っといてみたいなことでね、レコーダー、レコーダー、レコーダーいらないよね、まあまあ録画しといて、録画しといて、うん、まあ確かにそう、うん、だまあその録画してたやつを見てたんですよ。あ、見てたかな、わかんないけど、あ、はいはい、あれでしょ、中野秀夫さんの息子。あ、そうなんだ、あの人。あ、そうそうそう、知らなかった。あ、知らなかったの、うん、あの、そうそうらしいよ、うん、いやー、いや、その嫁言ったの、いや、演技がうまいわっつって、まあ、まあ、ね、3人すみんなあれだけど。あ、そうか、でもあれだもんね、金清の奥さん女優さんだから、やっぱそういう見方するんだろうな。いや、なんかすんね、うまいね、うまいね、あの人はうまいわみたいな感じで言ってたよ。うん、まあまあ、それはまあ、俺もうまいなと思ったけど、そんなのは俺もわからんからさ、うんうんうん、なんか自然だなと思ったけどね。いや、よく自然にああいう、なんかたまたまこの間見たやつは車の中でさ、うん、なんかこの辺昔お前さとかってなんか思い出話してるシーンでさ、それをなんか昔話してガーって笑うシーンなんだけどさ、いやーとかってちょっとな波笑いすぎて涙出るみたいな、その目を拭く演技とかしてんだけどさ、いや、なんかよく考えたらすごいなと思ってさ、そういう演技って、だってなんか嘘くさくなりそうじゃん、下手だからだねいやいや、そういや、そうなんだけどさ、シンプルに言えば、うん、だからそれを自然にやれるってすごいなと思ったよ、見てて、うん、で演技うまいって言うから、いや、ちゃんと見てみようと思って、あ、なんか、まあ、確かにこういう細かい、これアドリブ、え、どこまで台本なの、これ台本だったらすげえなと思っちゃう、なんかすごい自然なやり取りだった、3人が、そう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 、いや、あれなかなかできないだろうなと思って、金井京がいたらあそこにできないよ過剰にやっちゃったりお前そうだよ、あの時さあさあやってへへへへとかさなんか変な感じになりそう、ちょっとカットカットカット、ちょっと大げさすぎますよ、あれってさ、笑い方がみたいな、コントグループの話じゃん、そうそう、で解散して、うん、これからの将来どうなるかみたいな話、うん、そうでも金井京が一人いてくれた方がさ、あ、こいつが原因で解散するんだなっていうのがさ、分かってさあ、ちょっと3人だから、その悪がね、悪がいる、まあ確かに、まあいないよね、いないよね、うん、別にさ、なんか、あ、まあまあ、なんか俺はなんかああいう感じはさ、うん、なんていうのかな、
絶対的にダメな人、ダメな人がさ、いないじゃん、なんかなんとなくさうまくいってない、みんなでうまくいってない感じするじゃん、やりたいことが伝わってないのか分かんないけどさ、本当にこいつ最低だなっていうやつがいるやさ、毎日ギャンブルやってますとかさまあね、ネタ合わせ来ませんとかさ、もう借金もう500万になって車にならないんでやめますとか、ね、やめます、まあ、それで銃は持たないだろうけどまあ確かに早くやめろよみたいな感じになっちゃうから。でもさ、そうそう、それを見ててどうなんだろう、まあうちら3人組じゃないからまたちょっと違うかもしれないけど、ああいう3人組みたいなのって実際いるのかな、あるんじゃない、であんのかね、だってさ、あれ高校生からの友達だからさ、同級生コンビというかね、そういう思い出とかもあるんじゃない、例えばなんかさ、例えばなんか養成所とかさ、他のところで会いましたって言ったらさ、それまでの思い出がないからさ、確かに、なんかさ多分分かんないんだよ、単純にやってるけどさ、俺と金清だってさ別にさ事務所で出会ってるからさ、そうだね、お互いお笑いやり初めてだからね、そのなんか思い出みたいなのがないからさ高校時代の、確かに、だからなんか感覚がちょっと分かんないなっていうのもあるんだよ、だから友達から、完全友達から始まってるからね、だから同級生コンビとか、まあ兄弟とか姉妹のコンビってちょっと違うよね、うちらと絶対ね、羨ましいなと思う時もあるしね、なんかさ、エピソードがまずさ、例えばもう小学校から一緒だったら小学校から俺やるまでのエピソードもたっぷりあるわけじゃん、そうそうそう、そうそう、あるし、また関係性もね、その自然と出来上がってるからね、そう、我芸人として出会うとお互い芸人としての、ね、考えでやり合うからあれだけど、だから結構さ、もっと俺があの立場ってもっとドライになるんだろうなとかさ、知らないから、そうだね、じゃあお笑いダメですね、じゃあやめましょうか、ぐらいの感じじゃん、でもね、やっぱ友達関係がずっと続くかどうかっていう話もあるから、そうだね、解散して、解散したらだってもう金木と一生合わないからな俺いやそんな言い切んないんだよ会うかもしんないじゃんどっかでそんな言い切一生合わねえかなっていやだってお互いそうじゃない、いやでもまあなんかで会うかもしんないじゃん、そんなの、そんな一生合わねえだろ、そんなそこだけ次会う時はお前の墓にクソぶっかけ行く時だ、いやおお、これはそっちのせこっちのセリフだよこっちがぶっかけんのよケツから直接噴射してやるよっつって、噴射してやるよ、噴射ためにためて下痢した状態でプシャーだよ あんたの墓をうんこでプシャーだよまあそういう状態で、そういう状況じゃない我々がもしあのドラマのそうだね、そうだな、ああいう感じだよね、いう感じじゃないもん、ね、ないよな絶対、でも同級生コンビでお笑い入ってきたけど、解散して別々でやる人もいるよね、ああそうそう、そうね、だからこの間あの誰かな、あ藤井ページさんってね、小西連休の、あの辞めた芸人にインタビューみたいな、いろんな人さん話聞いてて、あの針金ロックの大上さんがいて、だから大上さんとルート33の堂野さんは同級生なのって、で同級生で入ってきたけど、あっぱれ団っていうコンビだったかな、でも解散して、でもうおのおの組んで針金ロックとルート33っていうことなんだけどさ、あもうでもそのパターンもよく考えたらあるかと思って、でもどういう感覚なんだろうと思うけど ね、同級生でお笑いやろうっつって入ってきてさ、別れて別々でやるっていうのもさ、確かに ね、そうそうそう、それはもう友達同士になれんのかな、でももうなんか仲はいいのかね、なんかラジオをやられてて、奈良に住んでんだよね、大上さんが、あそうな、ラジオやってて、たまたま地元帰ってきた時に、道路さんがその車を運転してて、で声が聞こえてきたから、そのスタジオに行って飛び入りで出てもらって、それが久々に会いましたねみたいな感じだったけど、まあでも同級生だとあれなんじゃない、なんとなくそんなしょっちゅう会わなくても、その昔の関係性は自然とあるんじゃない、だって地元の友達とそんなしょっちゅう会わないでしょ、まあそうか、ああそう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 、でもなんか羨ましい感じもするけどね、同級生コンビっていうのもね、
うん、まあもう今は無理だけどさ、こっから同級生コンビなんてさ、だから同級生コンビにすることはできるよね。することはできる。ああ今からだからお互い定時制高校通うですとか同じ大学行って同級生ですっていうことを作ることはできるよね。作ることはできる。年の差も全然 あったりさ年齢が違うじゃん。でも同じ過ごし方してこないでしょ。分かんないじゃん。定時制とかちょっと間違うじゃん。大学とかだったらさ、大学だったらあんのかな。でもそんねえか。同級生なんですよ僕この子と。20個違いますけど。いやもうその時点でおかしいじゃん関係性がその時点でちょっとおかしいからさ、もうな、もうありえないよ。だって今どう、まあ、43だから43の普通の仕事やってる友達にその仕事辞めてお笑いやろうぜっつってさ、うんうん、おーそうか、うん、そのパターンもあるか。いやいやもうないでしょそんなのは。ありえない。やりたくねえだろ。ないやりたくないよ。なんでそんな仕事しててまでよいやそうよ 20年ぐらいもうさ、うん、真っ当な仕事しててさ、うん、急に辞めてさ、うん、お笑いやるってもう訳わかんないでしょ。ああ訳わかんないな。俺が聞くもちょっとえでも口説けばいいんじゃない。あのコントが始まるを見てさ、やっぱ同級生コンビっていいなと思ってさいやいやいや一緒にやらないか。いやいや別にそんな責任持てないしやりたくもないよ別に。もそうね、うん、引きずり込んだっていうのは多分あるだろうしな。それはあるでしょう。もうそれで人生変えちゃったかもっていうね、そういう葛藤もあるだろうしな、うん、もし逆に言われても俺ちょっと断るな、うん、ちょっとさ俺お笑いやろうと思うんだっつってやってみねえかちょっとお、もうお前27年やってんだろ、うん、この世界、うん、俺わかんないからちょっとさ一緒に組んでさって言われて、いやいやいや、やめた方がいいよそんな、もうやめなさい。もうそんな無理無理無理もう絶対いやうまくいくかもしんないけど、いや俺はちょっとあれだからって引いちゃう引いちゃうな。ちょっとさすがにまともじゃねえなと思うもんな、そんなこと言うやつ。やっぱりいや、それはそれを生きがいとか夢抱く分には全然いいんだけど、ちょっと俺は一緒にはできないよってことね。一緒にはこっちはさ、ほらもう高卒でずっと来てるからもうそういう感覚で育ってきちゃってるけどさ、全く違う感覚で育ってきて急にこっちの世界来るっていうのはなかなかな勇気というか、なんというかさ、まあよく言えば勇気だけどさ、悪く言ったら、悪く言ったら何考えてんのっていう話じゃん。無謀無謀そうそう、まあだからね、まあ、同級生だからまあ、まあ無理だよね、同級生コンビみたいな感覚だから、あの感覚は分かんなかったかな俺は思ったんかな。ドラマ見てこういう感じでコンビ間で喋ったりすんのかな、ね、車の中でさ。俺もだって分かんなかった、うん、こんな話しねえなと、うん、そうなんだったら一緒に車乗りたくねえもんなといやまあそれはまたちょっと違うかもしれないけど、タクシー乗ったら偉そうだしよとかいやいや、まあ、違う感情出てくるんじゃない。いやだからまあ別にタクシーの話関係ないから今そうそう、いやまあ車乗ってなんだかぐらいはあるかもしれないけど、なんかあのやり取りはなんかコンビ間のやり取りっていうより純粋に友達のやり取りな感じがしちゃったね。友達だよねあれは。伊沢さんとはまあないじゃん。ないね。だってやっぱ俺免許持ってるけど、俺やっぱ金木を乗せて運転したいなって思わないもん。なんかもし事故起こしたら、うん、こう大変なことになるなとかさ。あそういうこと、うん、いや別に運転しなくていい、あの空間にいるとかさ。ほらお互い車持ってないから、うん、別に車に乗る。だからタクシーってことでしょ。うん、まあタクシーっていうよりもタクシーだとほら運転手さんもいるからあれだけど、まああの空間ってないじゃん、うん、だから車も例えばこっちが車持ってたら、うん、あじゃあちょっと今度の現場伊沢さん乗っけていくよっていうこともないじゃん。ああ、うん、もう嫌だって言うしな。まあ絶対嫌だって言うだろうけどこれはもう安全の期して別々行った方がいいぞとかね。ああそういう意味でね、うんうん、だからあんまないよね。ない。ああいう密室っていうか、まあ今も二人きりだけど、うん、それよりももっと狭い空間じゃん、はい、二人きりだからね、はい、車の中ってさらに密室だからさ、はい、まあないわね。ないね、うん、でああやって会話するってないわね、うん、会話しないと思うね。まあどうもっつって、うん、まあ横か後ろか例えば乗ってね俺が運転しててで、あ今日行く場所あれだからああいいぐらいの会話だよね、うん、まああと何かがあればまあちょっと喋るぐらいで、うん、あとはもう無言かな。無言だろうねまあでもだよね、おそらくね。スマホをいじってる、ね、ああそう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 、そんだからそんなやっぱ、ね、ああ友達なんだろうなやっぱね。そうだねあれはね、うん、だからそうそう嫁にも言ったのに
いやこんな会話するかな、どうなんだろう、する人がするんかな、コンビによってはとかっていう、その時見てた時にちょっと言ったんだけどさ、うん、あごめんなさいね、喋りすぎてる、ね、いいですか、うん、本当はわー長い長い、最長だ今までで最長かもな、あらあら申し訳ないかもね、かもね最長かもね、最長かもね喋りすぎちゃったかもねっていう会話も車でしないでしょ、しないねまあまあそういうことですね、はい、ありがとうございました。